マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。毎年クリスマスやお正月が来るともう一気に 1,2 キロ太っちゃう。で、この時期を境にダイエット諦めモードなんてことないですか？そこでこの動画では食べ過ぎてしまったことをなかったことにする方法がわかるんです。もしあなたが食べ過ぎたことをなかったことにして、もう1日も早く元の体重に戻したいとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。食べ過ぎた後最速でリセットする方法をお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ食べ過ぎをリセットすることができるのでしょうか、その理由と、2つ目、食べ過ぎをなかったことにする方法、具体的にお伝えしていきます。では1つ目の項目です。食べ過ぎてしまったことをなぜリセットすることができるのでしょうか、そのポイント2つあります。まず1つ目は、この方法を取られますとあなたの腸内環境がね、整うんです。まあ、イコール痩せ体質へと生まれ変わることができるんですね。方法としては、腸内細菌、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちのその種類を増やしたり元気にしたり、いつまでもあなたの腸内環境にね、良くしてくれる、まあ、住み着いてくれる状態をいかに早く作ることができるかできないかで、一日も早くリセットできるかできないかというのがね、変わってくるからなんですね。そして2つ目のポイントはこちら、脂肪が体に定着するのをいかに早く防ぐことができたかっていうのは、これがまたポイントなんです。食べ過ぎてしまったことを放っておくと太りますが、食べてしまったと思ったらすぐにね、あることをすると、その脂肪の蓄積を防ぐことができてね、その食べてしまった、まあ、2週間後に脂肪に変わると言われてますが、そこをいかに早くそうさせるもんかっていうね、あなたご自身でしてあげることができるかどうかということにね、かかってるわけですね。その具体的な方法をこの後お伝えしたいっていうのと、おすすめのリセットレシピもご準備していますから、ぜひ楽しみにお待ちくださいね。では2つ目の項目です。ここからは食べ過ぎてしまったことをなかったことにする方法、具体的にお伝えしたいのと、レシピですね、ご準備しています。で、まず対処法ですね。方法としては、暴食してしまったなってありますよね、食べ過ぎたっていう日の2日以内がチャンスということです。で、この2日以内といっても、例えばね、翌日にすぐできる方はこの方法を1日間だけ試してみてください。で、どうしても翌日できなかったっていう方は、2日後になってしまうと、まあ、同じことを2回2日間続けてくださったら OK。 で、次に具体的な方法をお話しますね。では、ここから具体的な方法をお伝えします。まず、食べ過ぎたなってっていう日の翌日のお話ですよ。その時にもし朝起きて空腹感がない場合、もう全くお腹空いてないな、食べ過ぎたからっていう場合は、その日の朝食お休みしましょう。まあ、要は暴飲暴食した翌日の朝ごはんを抜くっていうことですね。ただ抜くといっても、完全に何も飲まない、食べないはダメです。なので、ここでしっかりとすることがある。それは水分補給です。で、この水分といっても、まあ、コーヒーとか紅茶とか緑茶とか、そういったカフェイン系ではありません。何がいいかっていうと、茶湯とかリンゴ酢ドリンクです。で、この茶湯はですね、できればさっぱりとね、胃腸も元気にしたいので、レモン果汁、無添加のレモン果汁をちょっとちょい足ししたお茶湯もおすすめですし、もしくはリンゴ酢ドリンクといって、お茶湯コップ1杯に対して純リンゴ酢を、まあ、大体大さじ1で、少しね、そこに蜂蜜を入れてもいいです。そういったものを溶かして、ゆっくりとね、優しくね、入れてあげてください。そうすると、暴飲暴食したことがリセットしやすくなります。で、この翌朝をですね、朝食抜きにした後のお昼ご飯も消化にいいもの、例えば具なしの味噌汁とかおかゆとか、ちょっと胃腸をね、やっぱりいたわっていただきたいですね。で、できればスープだけとかでもいいです。それ以上太るもと、糖質、炭水化物、まあ、お米とかパンとか、そういった麺類はもう極力食べないようにしましょう。これが1つのパターンでした。では次、2つ目のパターンはこちら、暴飲暴食したけれども、翌朝起きたら、まあ、ちょっとね、まだお腹空いてるなっていう時、そこで
食べるものが大事なんですよ。そのレシピご準備してます。お待ちくださいね。どうしたらいいかっていうと、翌日の朝食をまずはお茶を飲んで内臓をきれいに洗っていただいて、その後私が今からお伝えする腸活スムージーを飲んでください。今からそのレシピお伝えしますね。ではここから食べ過ぎた翌日の朝、お腹がちょっと空いている時にリセットできるスムージーをお伝えします。材料3つです。まず1つ目はリンゴを使います。リンゴってすごいんですよ。お体をね、温めるあの貴重なフルーツの1つですし、冷やしたらねやっぱ太るんですよね、うん、なので主に南国系の取れるフルーツは体が冷やしてしまうのでおすすめできません。そしてね、リンゴは脂肪の蓄積を抑えてくれるポリフェノールも豊富ですし、便秘改善のペクチンも入ってます。でむくみ改善のカリウムも入っている優れものということになります。で2つ目の材料はキャベツを使います。もうキャベツも本当優等生ですね。食物繊維が2種類同時に摂れたりとか、腸内環境を整ってお腹すっきり、あとは低脂肪ですし、抗酸化作用といって老化現象ですね、そういったのも防いでくれる効果もあります。で何よりも食べ過ぎてしまった翌日の胃や腸を、その負担をね、いち早くリセットしてくれる、助けてくれる食材ということになります。はい、そして最後3つ目の材料は蜂蜜を使います。ここで間違っても白砂糖とか人工甘味料を使ってはいけませんよ。逆に太ってしまいます。で痩せる甘味料のおすすめは蜂蜜です。これは天然の良いものを使ってくださいね。で蜂蜜はなんとですね、適量取られますと脂肪燃焼効果もありますし、腸内環境を整えるオリゴ糖も入っている。でポリフェノール効果がまた脂肪燃焼効果をアップしてくれるんですね。で何よりも栄養価が高い。もう白砂糖と違っても本当に栄養取れますから、痩せるためには痩せホルモンを作る必要がある。そのためには材料となる栄養がいるんですね。そこをしっかり取っていくっていう意味でも蜂蜜はおすすめです。ではここからレシピですね。材料と作り方、注意点についてお伝えします。まず腸活スムージーの材料1杯から2杯分です。その時の空腹の感覚で量を調整しましょう。もうね、無理に飲む必要ないですよ。ちょっともうお腹いっぱいになったらもうそこでスムージーもやめるっていうことをしましょうね。大事なのはですね、あなたのお体が何て言ってるかなんです。そこを無視して作ったか飲まなくちゃとかね、そういうこうねばならないからはね、解放されてくださいね。きちんとご自分の体調、体の声を聞いてあげるっていうのが大事なので、この分量を作りましたけれども、多いなと思えば半分でいいです。2杯分になる方もいるでしょう。では材料、りんご1/2個、キャベツ4枚、天然水 100ml、 蜂蜜大さじ1/2程度、ここはね入れなくてもいいです。必要な方は入れてくださいね。では作り方です。1つ目、りんごは一口サイズにカット、キャベツはちぎってください。それをミキサーにね入れます。でお好みで蜂蜜を入れて、あとはグラスに注いで完了です。でここでポイントは、冷たく冷やして飲まないでくださいねっていうことです。キンキンに冷えたフルーツ、冷やしておいたフルーツとかを飲んだり食べたりしてしまっては逆に太りますよ。お腹が冷えて代謝が落ちる。ですからできればこのスムージーもちょっとね、この天然水を白湯でホットで作ってみるっていうのもおすすめです。さあいかがだったでしょうか。今回の動画まとめポイントは、食べ過ぎてしまったことをなかったことにする方法、最速でね体重をリセットする方法をお伝えしました。ポイントは、食べ過ぎたら胃と腸をお休みさせてあげましょうでしたね。どうしても弱った胃腸を回復させてあげたいなっていう場合であれば、先ほどお伝えした腸活スムージーを適量を、もうお腹いっぱいになったな、満足だなっていう腹8分ぐらいの量でお休みしてあげるっていうのがポイントでした。ぜひできるところからスタートしてみてくださいね。この動画の内容は以上になります。ぜひご感想伺いたいので、コメントどんどんお待ちしております。また役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。